セレッソ大阪は11日、小菊秋夫監督49が契約満了に伴い、今季限りで退任すると発表した。小菊監督は1998年の U15 コーチ就任から C 大阪一筋の指導者キャリア。2021年8月にレビークルピ監督解任のタイミングでコーチから昇格し、今に至る、 4期目の式になる今期はクラブ創設30周年の節目で J1 初優勝を掲げたが、残り5試合で7位。天皇杯とルバンカップも敗退しており、無冠が確定している。ちなみに、過去3期の J1 では12位、5位、9位。YBC ルバンカップでは2021年から2年連続で準優勝だった。 来季の監督については決まり次第知らせるという。